赤い羽共同募金運動が10月1日から全国でスタートいたしますので、本日の閣議において各大臣に共同募金へのご協力をお願いをいたしました。で、この運動は我が国の地域福祉活動の推進に大きく貢献をしております。本年1月の能登半島地震をはじめ災害時のボランティア活動の支援にも大きな役割を果たしております。街頭だけではなくて職域、学校、自治会などを通じた募金活動が行われますので、全国の皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。